IWJ の奇跡エマです。今日は日本共産党の都議団の事務所にやってまいりました。はい。まずお話を伺うのは日本共産党の畔上美和子議員です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。畔上議員には今日は五輪の東京オリンピックの2020年東京オリンピックの件についてお伺いしたいと思います。五輪に使うお金を最小限にということなんですけれども、大体どのくらいで抑えたいなっていうのはあるんですか？立候補ファイルっていうのを出すんですね。はい、最初ね、はい、その時点では7341億だったんです。全体でですね、全部でね7341億の予定だった、はい、ところが、はい、そのここに来て、舛添知事も3兆円規模とか、いろいろ 2兆円だとか 1.8 兆円だとか、いろんな数字が出てきてるんですね。だけど実際にはじゃあどれだけかかるのっていくら私たちが聞いても、現時点での総額っていうのは示されてないんです。だから全くわからないですね。ただそのテロ対策がさらに必要になってくるんじゃないかとか、いろんなあと建設費が高騰してるとか、そういう確かに情勢の変化っていうのは あるんですけれども、しかしですね、テロ対策なんかももともと立候補ファイルで国 の警察庁がやる部分はここですよ、東京の警視庁がやる部分はここですよ、そして民間がやるべきセキュリティ対策はこうですよっていう、もうきちんとねそういう計画がこの立候補ファイルの中には入ってるんですね。はい、だからそこを本当に万全にやるっていうふうになれば、その7000億からねそんなになぜ膨らむのか、その根拠が示されないっていうところが一番私は問題だと思ってます。国立競技場っていうのは少し前に問題になったじゃないですか。そうですね、その莫大なお金がかかるということで、それが今、一応抑えられて、完全とは言えないですけれども、当初の予定よりは、デザイナーさんのあれも変わって抑えられて、それでもまだ国だけじゃ今持てないから東京都に出してっていう話になってるってことですよね。そういうことなんですね。だけど、果たして1600億も、その妥当なのかっていうのは私たちあると思うんですね。もともと今の前あった国立競技場を壊さないでね、その今後どうするかっていうことを議論しないで、もうとにかく壊して新しいものを建てるんだという前提で壊しちゃったわけですよね、合意なしに。やっぱりそこもそもそも大きな問題だと思うんですが、壊れちゃった以上はね、その作ると、でしかも1600億で作って、その数年後にはオリンピックでその6万8000席なんです。あ、失礼、6万2000席。あ、競技場が、はい、それでサッカーのワールドカップをやるとなると8万席が必要なんですね。はい、するとね、また8万席に改修工事をすぐ2、3年後にはしようというもう予定があるんですか？あるんです。そうなんです。でもそれはいくらになるかっていうのは分からないんですね。はい、だから改修にわざわざするっていうのは、そのオリンピックでかかる経費は6万2000席分だけで抑えよう、で8万席の改修は別予算にしようっていうことで別々に作るってことですね。そうなんですね。で、間に合わないっていうのもあるんだと思うんですけどね、オリンピックにね。では続いて日本共産党の清水秀子議員にお話しいただきたいと思います。清水議員は、去年の、末に舛添都知事の、外遊についてこれだけの資料を手に開示請求をしまして、1月にやっと資料が手に入ったということで、今日はその中身についてお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。象徴的に言いますと、舛添知事はまだ、1期ですから8回ですね。で、石原元知事の時の資料をこの時点では32回だったんですけど、今は34回の資料は取っています。はい、で、資料というか分かるようなものが、もうかなり古い資料ですからなくなっちゃってるものがあって、これだけの資料が分かり、それを比べるとですね、まず総費用8回の総費用が2億1305万円、
そして1回平均が2663万円で、最高額が6975万円ということで、はい、これにもう私たちはもう驚いたわけです、うん、じゃあ石原知事の時は、元知事の時はどうだったのかなといって、まあ、調べたら、まあ、総費用は4億数千万で、まあ、かなり28回もやってるもんですから高くなってるんですけど、その1回の費用がですね、うん、1600万円と1000万円も高くなってるということと、ね、最高額もですね4800万で、これも、うん、まあ1000、まあ、2000万ほどね、うん、高くなってしまってるということでですね、一体これがどうなんだということをまず批判したわけです、はい、2006年に石原元知事の時にもこれを発表して、出したところ、東京都は改善策というものを出しました、はい、それがこれなんですけどね、石原知事海外出張の透明性向上等についてということで、はい、知事本局が出してる、ね、そうですね、はい、当時の知事本局ですけど、ね、はい、今違う名前ですけども、はい、平成19年ですね、2007年に出したわけです、はい、でこの中では経費の削減、うん、経費の削減とかですね、それから随行職員の、見直しとかですね、随行職員も見直しましょうよということで、うん、そして海外出張が直ちに施策に生かされるように、こう環境局だとか、はい、副省県局だとか産業労働局だとか、まあ、そういうものも見ながらですね、工夫してやりましょうということを改善策として党自身が出したんですけども、はい、まあ、これに照らしてもね、あまりにもこれはひどいんじゃないかということで問題を指摘させていただきました、はい、知事の宿泊費というのは職員の旅費の規定というのがありまして、はい、これに、まあ、準ずるということで条例があるんですけども、これをですね、とにかくこれだけ上回って21泊してるんですけどね、うんうん、8回で21泊してるんですけど も大きく上回ってるということで、最高のところは上がってますね、ここのところはもう 4.9 倍になってしまってると、はい、高いところはその 5.6 倍になってしまってるということで、うん、知事の宿泊費もまあ、4万円ぐらいでね、こういう外国に行った時どうなのかという声もありますけれども、そして人事委員会と協議をして OK が出ればこれを執行していいよというルールにはなっているんですけれども、あまりにもこれは下がりすぎるんじゃないかと、条例の範囲を大きく超えているんじゃないかということを指摘しましたし、それから職員の中でもですね、飛行機にはご存知だと思いますけど、ファーストクラスとビジネスクラスとエコノミークラスと、まあ、私たちはほとんどエコノミークラスというのに乗ってるんですけども、はい、その知事はまあファーストクラスでも仕方ないと思うわけなんですけれども、うん、でもビジネスクラスにほとんど職員が、かなりの数で乗っている、泊まっているということが明らかになったわけです、はい、で石原元知事の時は、職員で、知事の同じ、ビジネスクラスに、乗っているというのは本当にわずかだったんですけども、うん、まあ、これがですね、大きく上回る航空賃になっているということが一つ問題だというふうに思っています、はい。